イングランドにおける、ゲオルギオスの日の位置後継。白地に赤い十字や赤いバラは、聖ゲオルギオスの象徴である。ゲオルギオスの日は、聖ゲオルギオスを記憶するキリスト教の生命祝日。イギリスやスペインなどではゲオルギオスが殉教した、明日とされる4月23日に祝われる。聖教圏では5月6日に加えて、秋にも祝日がある地域もあり、グルジアでは11月23日。 ロシアでは12月9日により大きく祝われる。この他地域によって、また復活祭との関係によって、これ以外の日が祝日とされることもある。ブルガリア及びグルジアでは、ゲオルギオスの日が高級日である。ゲオルギオスに対する各言語の表記の違いにより、正常時の日、正ゲオルギーの日、ユーリーの日などとも呼ばれる。スペインのカタルーニャ地方では、 サンジョルリの日と呼ばれ、書籍を贈答する行事があるが、本を送る記念日としての展開については別項を参照のこと。ラファエロが描く、聖ゲオルギオスのドラゴン退治聖教会の遺憾に、描かれた、聖ゲオルギーのドラゴン退治詳細は、ゲオルギオスを、参照聖ゲオルギオスは古代ローマ帝国の末期、303年4月23日に、殉教したとされている聖人である。 ゲオルギオスは、ローマの軍人であり、ドラゴン大治の伝承で知られている。聖ゲオルギオスは、イングランドグルジアカタルーニャアラゴンといった国や地域、モスクワなどの都市、軍人、農民などの職業の守護聖人とされている。また、カトリック教会では、救難聖人として崇敬されている。四月十三日の祝日、編集西ヨーロッパで優勢なカトリックや、プロテスタントでは、 教会歴にグレゴリオ歴を用いている。イギリスやスペインなどでは、セゲオルギオスの命日を記念し、グレゴリオ歴4月23日がその祝日となっている。ただし、チェコやハンガリーでは、同地の守護聖人の祝日との重複を避けるため、セゲオルギオスの祝日を4月24日に移している。聖教会では、教会歴にユリウス歴を用いており、 ユリウス歴4月23日を聖ゲオルギーの記念日とする。グレゴリオ歴に換算すると5月6日に当たる。4月23日のゲオルギオスの日は、広くユーラシア全体の民間歴においては、農耕と牧畜の開始を告げる日として機能した。なお、4月23日、ないし5月6日という日付は、移動祝日である復活祭と重なったり近接したりすることがある。 復活祭は、キリスト教で最も重要な祝日であり、この場合聖ゲオルギオスの日が、復活祭の翌日に移動する。聖教権における秋の祝日、編集聖教会には、グレゴリオ歴5月6日に加え、秋にも聖ゲオルギーの記念日を持つ教会がある。ロシア聖教会では、12月9日もゲオルギオスの祝日である。また、 クルジア正教会では11月23日が祝日に加わっており、こちらの方が国民の祝日として大きく祝われる。カトリックの聖人歴ではグレゴリオ歴4月23日に祝われる。トリエントカレンダーではセミダブル。ピウス12世紀の下で1955年に制定された聖人歴ではシンプル。ヨハネ23世紀の下で制定された聖人歴では コメマーション、パウロ6世によって1969年に改定施行された成人歴ではオプショナルメモリアルというランク付けになっている。ただし、イングランドでは最高ランクのセレムナティ、ギリシャやマルタではメモリアルというより高いランクが適用されている。セントジョージクロスを飾り付けたパブセントジョージの日のパレード EN ストリートジョージズデイイン,イングランドも 参照イングランドは、聖ゲオルギオスを守護聖人としており、聖ゲオルギウス十字を国旗としている。イギリスでは、聖城時の日と呼ばれ、4月23日は、イングランドの宗教的なナショナルデーだが、法定祝日ではない。イングランドでは、聖城時の日は15世紀初期からクリスマスに被験する、重要な祭日であったが、イングランドとスコットランドが連合した18世紀の、 終わり頃から衰退し始めた。ゲオルギオスの流退時の竜の血が赤いバラに変わったという伝説にちなみ、伝統的な習良しとして、成城時の日には襟に赤いバラを刺したが、ファッションの変化によりもはや捨れている。他の風習として、セントジョージクロスを掲げたり飾ったりするというものがあり、特にパブではセントジョージクロスを花で飾り付ける。ただし現代ではセントジョージクロスは、 サッカー、クリケット、ラグビーといったスポーツや、イギリス国民党など左右翼の政党と関連が、深く、これらの組織から離れたところでは、そのような習慣はあまり見られなくなる。教会や、寺院などで、成常寺の日か最も近い日曜に、聖火、エルサレムを歌う習慣もある。近年、成常寺の日を盛り上げようという動きがあり、イングリッシュヘリテジや、 成城寺王立協会といった団体は祝祭行事を推進している。2006年に BBC ラジオ3は成城寺の日を特集する番組を放送し、保守党議員のアンドリュー・ロージンデルが庶民院に成城寺の日を高級日とする法案を提出した。2009年にはロンドン市長ボリス・ジョンソンが先頭に立って成城寺の日を祝う運動を行った。一方、 聖ージは、イングランドと直接の関わりがなく来歴が不明瞭な人物であることから、死後聖人を変えようという声も上がっている。しかしながら、誰を彼の代わりとするかについて、明確な合意はなく、エドマンド準教王、聖カスバーと聖アルバンの名が上がるに止まっている。BBC ラジオ4による世論調査では、聖アルバンが首位を占めた。カナダでは4月23日に、 正常時の日が祝われるが、高級日ではない。ニューファンドランド州では、4月23日に最も近い月曜日が、正常時の日として、州の高級日に定められている。アラゴンの中心都市、サラゴザにおける、セーホルヘの非セゲオルギオスは、スペイン語で、セーホルヘと呼ばれ、スペインのいくつかの地域と深く関連づけられている。また、 いくつかの都市ではレコンキスタ中の出来事と関連付けられ、その守護聖人とされている。レコンキスタ中の196 19年、アラゴン王国のペドロ・一世が、アルコラスの戦いにおいて、セーゲオルギオスの加護のもとで勝利を収めたとされて、以来、セーゲオルギオスは、アラゴン王国の守護聖人とされた。アラゴン王国及び、アラゴンとの同訓連合を結んでいた地域では、 セーゲオルギオスは重要な聖人であり、特に、アラゴンやカタルーニャでは、セーゲオルギオスの日が大きく祝われる。セーゲオルギオスの日は、かつてのアラゴン王国の領域以外でも祝われている。例えば、カセレスにおけるセーゲオルギオスの日の祭りでは、ムーア人とキリスト教徒の戦いの再演も行われるが、行事の中心は姫を助けるためにドラゴンを退治した伝説に置かれている。アラゴン。 編集聖ゲオルギオスはアラゴン語で聖ホルヘと呼ばれる。かつてのアラゴン王国の領域にあたるアラゴン州において聖ゲオルギオスの日は町の守護聖人の祭日としてまた地域のナショナルデーとして盛大に祝われる。4月23日の聖ホルヘの日はアルコラスの戦いを記念したアラゴンの日ともされる。アルコラスの戦いでは アラゴン王国軍が勝利を収め、ウエスカを占領したが、この戦いでは、キリスト教徒の危険な局面で、セイゲオルギオスが現れ、勝利に力を与えたとされている。カタルーニャと同様、アラゴンでも、個人間での花や、書籍の贈答が行われる。これらの贈答品は、しばしば、アラゴンの旗の色のリボンで飾られる。カタルーニャ、編集サンジョルでの日にバラを買う。 人々本を送る記念日としての展開については、サンジョルディの日を参照セーゲオルギオスは、カタルーニャ語でサンジョルディと呼ばれ、カタルーニャの守護聖人である。4月23日はサンジョルディの日と呼ばれる。バラの日、本の日といったでも知られる。セゲオルギオスは、中世から赤いバラと関連付けられており、カタルーニャ地方ではサンジョルディの日に男女が赤いバラなどを送り合う風習が、 あった。サンジョルディの日が書籍の贈答と結びついたのは20世紀初頭のことで、4月23日がセルバンテスやシェイクスピアにゆかりの深い日であることなどから、カタルーニャ地方の書店がバラと共に本を送ろうというプロモーションを行ったのが、契機である。サンジョルディの日のバルセロナ市内には、バラや本のスタンドが立ち並び、民族舞踊であるサルダーナがサンジャウマ広場で、 披露されるなど、様々な文化行事が行われる。また、カタルーニャの守護聖人を記念する、この日は、街頭や家々に、カタルーニャの旗、サニエーラが掲げられるなど、カタルーニャ人の民族意識が発露される日でもある。カタルーニャの政府宮殿が一般公開されるのは、一年のうちこの日のみである。建物内は、聖ギオルギオスにちなみ、バラで装飾される。バレンシア、 編集バレンシア州における聖ゲオルギオスの日の祝われ方は地域ごとに温度差があるが、いくつかの地域ではカタルーニャと同様、贈答を伴って祝われる。聖ゲオルギオスの日が盛大に行われる都市の一つはアルコイである。レコンキスタの時期、イスラム教徒によって都市が包囲された際、ゲオルギオスの加護によって都市が救われたとされる伝承があり、その加護を感謝する祭りである。 市民は当時のコスチュームに身を包み、キリスト教徒とイスラム教徒の戦いを再演する。チェコでは4月24日が聖ゲオルギオスの生命祝日である。これはチェコの守護聖人である聖イティエフの生命祝日と重なったためである。チェコでは聖ゲオルギオスの日に特に行事は行われない。ハンガリーでは4月24日が聖ゲオルギオスの生命祝日である。 プラハの聖アダルベルトはチェコと同様にハンガリーの守護聖人でもある。4月24日はゲオルギオスが警察の守護聖人となっていることから警察の日でもある。スロベニアでは緑の遊リというイベントが4月23日に行われる。昔はこの日が春の始まりと考えられていた。植物のカバの枝で作った服を着ている男の子を遊離と呼ぶ。 ユーリが行列を作り飾りがついている木を運ぶのがメインイベントである。女の子は木の枝を全部折り飾りを取ってユーリが着ているカバの服を水に投げることで行列が終わる。ブルガリアにおけるセゲオルギーの非正教会で用いられる教会スラブ語の再建音ではセゲオルギオスはセゲオルギーと記される。正教会では教会歴にユリウス歴を用いているため 聖ゲオルギーの地名の日は、ユリウス歴の4月23日に祝われる。聖ゲオルギーの日が、受難週間と重なる場合、光明週間月曜日に移される。詳細は、ジュルジェブダンを参照セルビアでは、ジュルジェブダンと呼ばれ、セルビア正教会は、ユリウス歴を用いるため、5月6日に祝われる。この祝日は、セルビア人の間で、最も一般的なスラバの一つであり、 セルビア以外でも、モンテネグロやスルプスカ共和国など、セルビア人の国で祝日とされる。セルビアでは、ラシカ軍で祝祭が盛んである。他の多くのスラバと異なり、セゲオルギーの日は、野外での朝食、音楽、フォークダンスを行うことが特徴である。また、ロマや、ムスリムのゴーラ人もこの日を祝う。詳細は、ジュルジェブダンを参照ボスニアヘルツェゴビナでも、 セゲオルギーの祝日は、ジュルジェブダンと呼ばれ、セルビア人及びロマによって祝われる。また、同地域の他の民族集団によっても祝われてきた。ロマ語では、エデルレジと呼ばれる。ロックバンドビーエロ・ドゥグメによって、有名になった民謡、エデルレジやメシャ・セリモビッチの小説、シト・ダルビーシュなどからこの祝日の定着ぶりが伺える。アルバニア及びコソボでは、アルバニア人によって、 強楽と神への信仰の日として祝われる。人々は外に出て火を囲んで遊び、彼らの家、野原、子供たちを清水に模した水で祝福する。アルバニア及びコスボでは5月6日が、聖ゲオルギーの日とされシェンジェルジと呼ばれる。ブルガリアでゲルギョブデンに食されるラム肉のローストブルガリアでは、ゲルギョブデンから夏エイジに出発させる日であった。聖ゲオルギオスは、 民間の信仰としては、水や雨を司る存在であった。地中海性気候のブルガリアでは収穫のために、この時期の雨は欠かせないものであり、セゲオルギオスは水を支配するドラゴンを倒して、水をもたらすものとして観念が結びついたようである。一般的な儀式として、羊肉を調理して食べるが、これはスラブ神話における古代の習慣。 あるいはセゲオルギオスが羊飼いたちの守護聖人であることに由来するとされている。また、この日にヨーグルトを作り始め、家族や客人と共に、これを食べて祝日を祝う習慣がある。ブルガリアをはじめとする南スラブにおいて、セゲオルギオスはイコンなどでドラゴンと戦う戦士として表彰されることが多く、これには14世紀以降オスマン帝国の信仰にさらされたことが、 背景にあるとされる。聖ギオルギオスの日は、ブルガリア軍の日でもあり、首都ソフィアでは、ブルガリア軍のパレードが開催され、軍の異様が示される。ブルガリア軍の日は1880年1月9日、大ブルガリア公国のクニャーズであった、アレクサンダルによって制定された。グルジアの祝日も参照グルジアでは、ギオルゴバと呼ばれる。 毎年5月6日と11月23日の2度、祝われる。このうち、11月23日は、高級日となっている。聖ゲオルギーは、グルジアの守護聖人である。グルジア人にとって、非常に重要な日であり、学校や大学は、休みとなり、伝統料理を食べ、教会へ行く。聖ユーリーの日に、領主のもとを離れる農民セルゲイイワノフが、EN、ユリ S, S でも参照ロシア語名のゲオルギーには派生型としてユーリー、エゴリーなどがある。ゲオルギーの日はユーリーの日やエゴリーの日とも呼ばれる。ロシア正教会では聖ゲオルギーに関する祝日が2つある。春のユーリーの日は聖ゲオルギーの地名を記憶する。秋のユーリーの日はキエフ大公国のヤロスラフ一世によって定められた。なお、 ヤロスラフ健康はユーリーを洗礼名としている。ヤロスラフ健康は当初ノブゴロド公国を収めていたため、ノブゴロドでは、聖ゲオルギーに対する数形が強い。11月23日という日付は、キエフに聖ゲオルギー協会が建立された日を記念するとされる。秋のユーリーの日は、収穫を終えた時期にあたり、中世には、その前後に農民の移動の自由が認められた。 フーハイスの聖ゲオルギオスの日ヨルダンではジョリースの日と呼ばれ広く祝われている。ヨルダンでは多くの教会が聖ゲオルギオスに捧げられている。特にアンマンの郊外にあるフーハイスの街の教会には聖ゲオルギオスの意外が収められているとされその祭りが著名である。シリアに暮らすキリスト教徒も聖ゲオルギオスの日を祝う。特にホムス周辺には 多くのキリスト教徒が暮らしている。レバノンでも、セゲオルギオスの日は岩。詳細は、セゲオルギオスの祝祭を参照パレスチナのベツレヘム近郊、アルハデルの街などでは、5月5日に、セゲオルギオスの祭りが行われる。パレスチナの諸教派のキリスト教徒のみならず、ムスリムも参加する。聖教会において、セゲオルギオスは重要な聖人の一人として扱われている。 ニコライドにも、聖ゲオルギーの遺恨が掲げられている。しかし、日本正教会においては、聖ゲオルギオスの記憶日は、特に大祭日としては扱われておらず、特別な方針例もまず行われない。日本のカトリック教会においても、特別に大きな祭日としては認識されていない、成城時の日のスカウトのパレード、サマセット、ありがとうございます。